ロバート・ケイ・グレビル、1863年、ロバート・ケイ・グレビルは、イギリスの金学者、コケル医学者である。植物画家としても知られる。科学的な活動の他に、奴隷制度廃止運動、死刑廃止運動などもいた。ダラム州のビショップ・オークランドに生まれ、地方の村長を務めた父親と共にダービーシャーで、育った。自然科学に興味を持ち、医学を学ぶが、 財産があり、生活のために働く必要がないことから、医学の勉強をやめて、植物学に専念した。1824年に、グラスゴー大学で学位を取得し、博物学の講義を行い、多くの植物標本を集め、これはエディンバラ大学に買い取られた。1816年に、オークランド男爵の名のシャーロット・イーデンと結婚した。百二十三年に、 博物画を描き始め、植物雑誌スコティッシュ・クリプテ・ギャミック・フローラの発行を始めた。植物学への貢献のほかに、奴隷制度廃止運動、死刑廃止運動などに参加した。1828年に、友人の植物学者でオーストラリアを探検したアラン・カニンガムが、オーストラリアのサウスイースト・クイーンズランドの海抜720メートルの山をグレビル山と名付けた。 1836年にエディンバラ植物学会の会長に選ばれた。1840年に開催された世界奴隷廃止会議の4人の副会長に選ばれた。多くの学会の会員を務め、生物学会の名誉事務局長、エディンバラ王立協会のフェロー、アイルランド王立アカデミーなどの名誉会員に選ばれた。1866年に再度、 エディンバラ植物学会の会長に選ばれたが、その年エディンバラの自宅で没した。グレイブは植物の学名で命名者を示す場合に、ロバート系グレビルを示すのに使われる。ありがとうございます。